こんな感じでたくさんの荷物が入ってます。家を断捨離してキャンピングカーで日本一周しているガタガタ55のガッちゃんとみっちゃんです。今日は、はい、超大変なことをしようと思うからちょっとガッちゃん付き合ってね。何やんの？気になると思うんです。このキャンピングカーでまるっと1年家も断捨離しちゃって荷物どうなってるの？あ、荷物か。そう、出そうと思います。いや結構大変なんですよこれ。結構大変だと思う。ああ、やるんだとうとう。そう、やる。はい、やりましょう。お楽しみに。はい。こんな感じでたくさんの荷物が入ってます。はい、こちら運転席側のリアベッドの下に入ってるものですね。これはね、折りたたみ式で保冷バッグになります。これ N ボックス自体からずっと持ってるやつで、木はこれタイヤチェーン使う時のだと。これね、東北の視聴者さんからいただいた寒冷地用のウィンドウウォッシャー液です。これね、寒くない地域ではこの寒冷地用って売ってないんだよね。で、これがスコップは雪はまっちゃった時などに使うようです。で、実際に N 時代から積んでたやつはもうプラスチック割れちゃって、これ2代目です。あとこれも滑らないようなゴムついてる軍手で、水はね結構各部屋に置いてます。とこの辺は油落とし、発電機のオイル交換にするときに使う、これも発電機のオイルです。発電機オイルは自分で交換してます。ガッちゃんが交換してくれてます。で、これがスプレーチェーン、スプレーしてチェーンの代わりにみたいな、一応こういうのちょっと安全系は大切だと思ってるので持ってます。で、これカメラバッグ提供渡辺和義さんですね。で、これは掃除機の布団用の口です。で、これは中に発電機のオイル交換の時には必要な効果、まあ最低限入ってる感じですね。ですね、はい、寝袋です。寝袋です。これも N ボックス自体はもうこれが布団だったのでそのまま持ってるんですけど、今は星空観察とかするときにもコロナ禍に2人で入っちゃって、これね2人用のやつなんですよ。マイナス20度30度まで耐えるっていうダウンのシュラフで、とてもあったかいです。汗かくぐらい。で、これガソリンですね、蛍光管。そしてこれオイル交換コーナーに置けばよかった。これ廃油をこれに染み込ませます。これ100均のやつなんだけどめっちゃ使える、キャンドゥの商品、めちゃくちゃいいです。あとこの辺はタイヤチェーンするときに袖まで濡れちゃうので濡れないような感じで、で、これ去年買っちゃったスタンレー、これめちゃくちゃいい。氷本当に4日持つし、
お湯はね、丸2日ぐらいだったら持ったけど、ちょっとそれ検証動画出してないですね。氷の持ち最高です。で、R2D2 はこれ、ディズニーのポップコーン入れは、今は全然収入がないんですけど、収入ができてディズニー行けるようになったら、ちょっと汚いんだけど、行けるようになったら、っていうことでいつも乗せてます。いつでも行けるように。で、こちらが運転席後ろのリアベッドの下の紹介でした。で、ここからは助手席側のリアベッド下の紹介ですね。あんまり入ってないです。細々したものは。このストッカーはオフシーズンの服が入ってます。こんな感じ。で、これが私の最近お気に入りのアウトドアグッズコーナーです。こんな感じ。火起こしにハマってるので、一応いただき物で、いろんな人からのいただき物で、この遊び箱が成り立ってます。ありがとうございます。これ水は九州から一緒に旅始めてます。軍手がまた出てくるでしょ。で、この辺はね、長靴、スノーブーツ入ってます。で、これ椅子ね。アウトドア用の椅子っていうの入ってます。1000円ぐらいだよね、これ。1000円ぐらいで買ったら、その後ね、700円ぐらいで売ってるの、同じのを売ってるの見てね、ちょっとムムって思ったね。はい、で、これが助手席後ろのリアベッド下でした。はい、で、こちらがリアベッド下の真ん中の部屋です。発電機がある分ね、底上げされてるので、このぐらいしか入ってないです。で、これは電気毛布とか、オフシーズンになるとコート類が入ります。アウターですね。冬のコートを真夏とかには出していないので、そういう時はここに収納します。今半分ぐらい入ってますね。で、バッグで、これはこれガッチャンのお供のこれです。これ紹介が雑だけど、これですね。お米、安い時に安いものを購入しているので、だいたいまるっと1袋これ10キロです。で、これがもうあとちょっと、10キロがあと3分の1ぐらいかな、のお米乗ってます。だから、なくなって慌てることはないですね。私の大好きなトイレ用品です。で、まあ、トイレのシャンプーとリンスと、これちょっと緊急用の、基本我が家は車内でするのはショーだけなんですけど、やっぱ夜トイレ行くのめんどくさい、これ使っちゃってます。災害、断水、介護、アウトドア、緊急時にもっていうことでね、これめっちゃ使えますよ。30枚入って3500円。コインランドリーで、なんかたまに洗剤とかがないところがあるっていう情報をいただいたので、載せてます。洗剤と柔軟剤、今のところ使ったことはないですね。あと水、3つね、3箇所に分けて入れてますね。1箇所にまとめないで。そしてこれが掛け布団です。これ夏用の掛け布団、これ今夏用の掛け布団だからこれだけだけど、冬物の毛布とか入れるとやっぱこれはちょっとボリューム出ますね。こんな感じ。リアベッド下の真ん中、発電機の上の部屋の紹介でした。はい、で、こちらがリアベッドの上に出てるもの、常にあるものです。まあ、炊飯器、水、ティッシュ、トイレットペーパー、ストッカー。この服はね、まあ、基本的にはそのシーズンあんまり関係なく、なんとなく春夏秋のものと、なんとなく冬春秋のものって、そんな感じで分けてるので、上に着るとかしてね、調整してるので、こんな感じでございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうほとんどやってもらいましたけどね。ああ、ちょっと呆然としちゃった。はい。いうほど大変でしたが、はい、まあやりがいがありましたね。うん、はい。皆さんに見ていただいて、まあこれだけのものが入ってたということで、僕らのまあ1年間過ごしていける荷物が入っているというところでございます。はい。車旅する方、なんか参考になっていただければなというふうには思います。はい。ちなみに私的にはこれは第1弾なんですよ。え？あくまでも今回見ていただいたのはリアベッドの部分なので、他にもね、収納スペースたくさんあるので、ちょっと小出しにこっちもあるのか。はい、して見ていただこうと思ってます。はい、それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。